ヤコブ・コーンフェールは、チェコ、南モラビア州、ホドニー・グン・キオフ出身のオートバイレーサー。現在ロードレース世界選手権 125cc クラスに参戦中。2001年、8歳の時から、モトクロスレースを始めた、コーンフェールは、翌2002年には 65cc のミニモタードレースの、チャンピオンとなった。その後ミニバイクレース、125cc の、 ロードレース国内選手権等を経て、2008年には、ロードレース世界選手権のヨーロッパラウンドでの、サポートレースである、レッドブルモートジッピールーキーズカップに参戦、年間ランキング9位を記録した。翌2009年シーズンもルーキーズカップに参戦を、継続、コーンフェールは、すべてのレースを8位以内で完走。 最終戦の地元ブルノサーキットのレースにでシーズン3勝目を挙げ、ノルウェーのストゥーラ・ファーガーハウグを2ポイント差で逆転して、チャンピオンに輝いた。ルーキーズカップの2009年シーズン閉幕後、コーンフェールは、ロードレース世界選手権 125cc クラスに、デビューを果たした。アレクシマス・ボーに代わり論心チームの、レギュラーシートを確保し、小山和義をチームメイトに、 第13戦サンマリの GP 以降の終盤5戦に出場した。マシンのパフォーマンスが低かったこともあり、ベストリザルトは、第16戦マレーシア GP での19位に止まり、ポイント獲得は果たせなかった。翌2010年シーズンは、小山と共にレーシングチームジャーマニーに移籍、片落ちのアプリリア r s w 1 2 5をカル、ことになった。 ベテランの小山ほどの活躍は残せなかったが、コーンフェールは、ウェットレースとなった第10戦、地元チェコ GP で、ベストリザルトとなる5位に入賞、年間ランキングでは17位を記録した。2011年は、ガッタセントロセタチームに移籍、引き続き RSW125 を買って、フル参戦2年目のシーズンに臨む。ありがとうございます。